と磁性体というものは微小な磁気モーメントである電子スピンが磁性を担っているわけですけれども、この電子スピンは通常高温ではバラバラの方向を向いています。でこれは共磁性体におきましては急流温度と呼ばれる温度以下で、スピンが物質全体にわたって一方向に揃って物質が磁石として振る舞うということになっています。で一方シリコンなどの半導体は電気は伝えますが磁性は示しません。ところが1970年代になってマンガンなどの磁性元素を半導体にランダムに導入した磁性半導体という物質群が合成され始めました。で、さらにその10年後スピンと同時に金属的な電導電子性鋼を導入した物質が合成されました。これらの物質では電導電子が物質中を動き回ることによって磁性元素のスピンを一方向に揃えて半導体を強磁性半導体というものに変えられるということが分かりました。でこの強磁性半導体の出現は従来のエレクトロニクス磁気工学を融合したスピントロニクスという新しい研究分野を開くということになります。でところが強磁性半導体は典型的な強磁性体とは大きく異なる性質を示すことが分かり、これが大きな問題となっていました。このような奇妙な性質の原因を原子レベルで明らかにするのが本研究の目的となっております。今回の研究ではマンガンの磁性が鍵を握っています。つまりマンガンだけの情報を抜き出してそれを詳細に調べればダイレクトに強磁性発現のメカニズムに迫ることができるのではないかと考えました。複数の元素を含む物質の中から特定の元素だけの磁性情報を抜き出すにはどうすればいいか、それを可能にするのが放射光です。 X 線、つまり光エネルギーを連続的に変えられること、そして左右円変更の発生とその切り替えができることという2つの特徴を活用します。マンガンをターゲットにする場合、具体的には放射光の光エネルギーを640エレクトロンボルトにセットし物質に照射するとマンガンの 2P3D 内核吸収が選択的に起こります。さらに左円変更と右円変更の吸収強度の差がマンガン 3D 電子のスピン状態に敏感であることを利用すればマンガン 3D 電子の磁性情報のみを抜き出すことができるのです。このような実験手法を内核磁気円二色性、略して XMCD と言います。 XMCD は原理的に元素電子軌道選択的な磁気プローブとして利用できます。後ろに見えるのが本研究で利用した XMCD 装置です。この XMCD 実験手法を用いてキュリー温度が 65K であるガリウムマンガンヒ素におけるマンガン 3D 電子の磁性状態の温度依存性を詳細に調べた結果がこちらです。縦軸は XMCD 実験から求めたマンガン 3D 電子の磁化の大きさです。横軸は磁場の大きさです。温度が下がるにつれ磁化が大きくなっていることがわかります。一方キュリー温度より高い温度でも特徴的な曲がりが現れています。これらの振る舞いを詳細に解析した結果、強磁性発現はキュリー温度において急に起こるのではなく、キュリー温度よりも高い温度において局所的に発生する強磁性領域が温度が下がるにつれ互いにお互い重なり合うことでキュリー温度でグローバルな強磁性秩序に発達しているということが分かりました。と半導体スピントロニクスの今後の最重要課題というのはやはり高いキュリー温度を持つ強磁性体の開発です。で今回ご紹介したガリウムヒ素にマンガンを導入したものは実はキュリー温度が室温に達していません。一方最近の研究でマンガンの代わりに鉄、ガリウムヒ素の代わりにガリウムアンチモンを用いた物質で室温を超えるキュリー温度が実現されているということが報告されています。また近年半導体エテロ構造で高いキュリー温度を得るというところにも進展しています。さらに近年全く新しいアプローチとして磁性元素を導入せずに電子の運動とスピンの相互作用、これをスピン軌道相互作用と言いますけども、これを利用したスピントロニクスも急速に発展しています。
またスピントロニクス研究への放射交流も進展を続けており、今後のスピントロニクス研究に欠かせないものとなっております。